10月1日、芸能人格付けチェック、テレビ朝日系が放送され、女性ロックバンドのパイオニア、翔屋と小学生バンドがロックバンド対決に参加した。だが、小学生バンドの扱いに、SNS では不満の声が上がっている。写真、みんな自ビカ以降と呼びかけた浜田正敏。この日の放送では、翔屋の楽曲を翔屋自身が演奏した音源と、 小学生ガールズバンドが演奏した音源が流れ、いずれが翔屋の演奏家を当てる問題が出された。翔屋は平均年齢60歳のベテラン揃い、方や小学生とキャリアでは大きな差があった。しかし、回答者全員が選んだのは、まさかの小学生バンドの音源だったのだ。正解の音源は翔屋の A であるところ、回答者たちは B の方がうまかった。 バランスが取れていると小学生バンドを選んだが、MC であるダウンタウン浜田雅都氏は終わったらみんな自備会行などと呼びかけ、出演者たちが申し訳ございませんでした。図書屋に謝罪するという番狂わせが起きてしまった。挑戦者たちと同様、視聴者たちも小学生バンドの演奏に騙されたようです。X では、ドラムが上手すぎる、小学生でこれはすげえよ。 と共嘆する声が続出しました。翔屋はベテランのプロならではのアレンジがありましたが、小学生バンドは譜面を丁寧になぞる演奏だったため、うまく聞こえたのかもしれません。一方、小学生バンドのあまりの上手さゆえか、不正解、枠に収めたことに違和感を抱く人々が出てきました。番組のコンセプト上、仕方のないことではあるのですが、過去にも、 同じ企画でビジュアル系ロックバンド、ソフィアと小学生バンドが対決した際、同業者から小学生は一流ではないのかという問題提起がなされて話題を呼んだことがありました。この疑問は今後も王を引きそうです。芸能記者。実際、X では小学生バンドの扱いに複雑な思いを抱く人々の声が寄せられている。さらに、ロックバンド企画で、もう次 グッドレベルを下げますと説明したヒロドアユミアナの言葉にも引っかかる人は少なくなかったようだ。どちらが本物かどうかさておき、小学生であれだけの演奏ができるのすごくない。それなのに不正解扱いなのもやる。そもそもプロと小学生を正解と不正解で分けようとしてるのがナンセンスだよな。今回はグッドレベルを下げました、小屋か小学生バンドか聞き比べてくださいって。 小屋にも小学生バンドにも失礼な物言い,い、企画だと思う。そういう意図ではないとしても、グッドレベルを下げました、という言葉は余計なのでは小学生にも小屋にも失礼だと思う。番組の趣旨上、言葉遣いの問題は一筋縄ではいかなそうだ。